僕は偏差値40くらいの底辺高校の商業科に通っています。将来は地元のある程度の企業の正社員として働きたいです。どうすればよいですか？そもそも地元のある程度企業の正社員にはなれないのでしょうか？その地元がどれぐらいのレベルの地元かによるんですよね。なんかその村民が500人ぐらいしかいないような村です。で、地元で知られている企業というのは1社しかありませんとかでも、新卒採用してませんとかだとアウトだと思うので、なんでどれぐらいの規模かわからないんですけど、もう一点突破でいくしかないと思います。商業科なので、簿記2級取ってください。要はその、底辺高校商業科の人って多分毎年100人ぐらい出てくるわけじゃないですか、地元で。で、その人たちが、じゃあその100人の中の1人しか選ばれないとしたら、なぜその人が選ばれるのかってなると、もうその高校を卒業したということは多分どうでもよくて、その他の99人と違う売りは何かっていうのを提示できるかどうかだと思うんですよね。なので、その、経理ができますとか、じゃあある程度そのなんか、勉強したので、その語学ができますとかっていうので、その、資格を何個持ってるかっていう方がまだマシだと思うんですよね。2級持ってるんだったら1級頑張ってみてください。簿記1級取ってればむしろ地元じゃなくて東京でも就職できると思います。